はい、こんばんは、なぎです。夜ももう6時半、もうすぐ今日も終わっていきます。一曲神田が、かぐや姫、南高卒かぐや姫、神田川行きましょう。たまには歌いたい曲ばっかりじゃなくて、古い曲時代のフォーク、あなた知ってますか。あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた、洗い髪が芯まで冷えて小さな聖剣カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった、ただあなたの優しさが怖かった。あなたはもう捨てたのかしら、24色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の外には神田川、三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ悲しいか言って聞いたのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった、ただあなたの優しさが怖かった。南宗節と神田川、神田川かぐや姫、神田川でした。なぎでした。いいね押してね。できたら登録してまた来てください。See you。 登録してね。